ガイドレールの秘密。エレベーターはロープにつられて、実はレールを走っているんだ。電車と同じなの？そうだけど、エレベーターのレールはぐらぐら揺れないためにあるんだ。確かにロープで引っ張るだけだと揺れるわね。知らなかった。すごい。レールは1本約5メートルで、つなぎ目を丁寧につけていくことで、つなぎ目で揺れが起こらないように工夫されているんだよ。確かに電車でのガタンゴトンってレールのつなぎ目の揺れや音だよね。そう考えるとエレベーターってすごい乗り物ね。これで今日からあなたもエレキッズ